ご来場の皆様にお願いがございます。見やすいように前方のお客様、後方のお客様にご配慮いただけますようよろしくお願いします。後ろの方が見づらいみたいなので、前の方の方はなるべくしゃがんでご覧いただけますようお願いします。それでは夜の部を開演いたします。今年の夜の部はティーンズボイスパークと題した立体音響と光のスペクタクルです。芸大の千住キャンパスの卒業生であるくるくるチャーミーがティーンズ楽団のメンバーの声を集め立体音響作品を作りました。終盤のピアノの音は過去のメモリ版のシャボン玉の映像を音に変換するソニフィケーションという技法で作曲されています。どうぞごゆっくりお楽しみください。
ているんだ。